일본 시즈호카현. 여기에 미시마 산부인과 병원이 있다. 여느 산부인과 병원과 크게 다름없는 자그마한 병원이다. 하지만 이곳에는 한 가지 독특한 것이 있다. 산모들에게 꼭 알칼리 이온수를 마시도록 권유하고 있다. 때문에 병원에는 산모들을 위해 알칼리 이온수 발생 장치가 곳곳에 설치돼 있다. 병원을 찾는 한 해 500여 명의 산모들은 병원 방침에 따라 알칼리 이온수를 습관처럼 마시고 있다. 外来で超音波をやっていて、なんか用水に浮遊物が浮いてるとか、まあ、そういうのはあまりきれいな水じゃないんじゃないかなっていう、こう印象を受けましたから、まあ、そういう人にはやっぱりいい水を飲んでもらいたいなっていうことで、当時アルカリ温水を飲んだらっていうふうなことを言ったりしていました。まあ、実際に出産の時まあ、それまでは用水っていうのはどんな風だかわからないんですけども、出産の時に用水が濁ってる、まあ、少し色が黄色からちょっと色が濁ったり、それから場合によってはグリーンに染まったりしています、まあ、そういう子で生まれてくる赤ちゃんというのは体の細い子だったり元気のない子だったりしますから、まあ、赤ちゃんにとってはそのお腹の中の水の状態がすごく大切じゃないかなというふうに思いましたね。이처럼산모들이직접마시는물말고도음식을조리할때도모두이물이사용되고있다병원측은그효과가태아뿐아니라임신중독증에걸린산모에게까지나타난다고말하고있다임신중독症っていうのは体の中にこう毒素があるっていうことなんですよね。その毒素が血管に影響を及ぼして、まあ、妊娠中毒症になる、まあ、活性酸素とかそういうものがあることで、妊娠中毒症になるんですけれども、それをいい水を使いますと、まあ、浸透圧がいい浸透圧の浸透圧を打っていい水が細胞の中に入っていきますから、自然人間の持っている自然の利尿作用、もしくは出る作用でですね、そういう毒素がどんどん出てくれる、そうすると妊娠中毒症が取れるっていうことで、アルカリ산모와태아의건강더나아가산모의양수까지산모가마시는물에따라그상태가달라진다고믿고있는셈이다